こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。世界最高の投資家もビットコインの暗い未来に太鼓判ということでね、えー、ビットコインが、まあ、急落してますけど、まあ、バークシェ・ハザーウェイのね、えー、ウォーレン・バフェット、まあ世界最高の投資家ですね、えー、ビジネスじゃなくて投資で、えー、世界1位、あるいは2位、まあ今、今だとね、2位とか3位をうろちょろしてる、まあ えー、大資産家になってる、えー、オバマの賢人ですけど、まあ、ビットコインには決して投資をしないとねでビットコインにはビットコインはね、えー、悪い結末になるという確信を持っているというね、えー、談話を発表してました、まあ、この談話を受けてってわけじゃないですけど、まあ、ビットコインねやっぱね、えー、急落してますでそもそもね、えーまあ、軍事力というか制裁というか まあそういったね、裏付けを持たない通貨が、まあ、今の世の中で、えー、許されるのか、成り立つのかと考えるとね、まあ、ちょっと厳しいんじゃないのかなと、えー、ウォーレン・バーヘッドがなぜわざわざ、えー、ビットコインを買うことはないというふうに言ったのかまで考えると、まあ、悪い結末になるという確信を持ってる理由もね、えー、なんとなく見えてきますけど、まあ、決してね、これ、儲かると思ってね、えー、お金を使うようなものじゃないです。 まあね、えー、宝くじみたくね、あるいは、えー、馬券みたく、まあ、確率が悪くてもね遊、遊びの金で勝負すると、ね、あるいはね、ゲームとして楽しむというようなスタンスならいいと思うんですけど、まあ、これにね、えー、まあ、かけちゃうとか、ね、えー、すごい期待を持って大枚ぶち込むというのはね、えー、全くお勧めできません、ね。まあ、もともと否定的だったんですけど、もうここに来てとどめというか何というかね、 なんと、ウォーレン・バフェット、ビットコインには、ろくな未来が待ってないというようなね、談話を発表してましたんで、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。